それでは UMB2017 熊本予選チャンピオンは孔明拍手。どうかチャンピオン、率直な感想は。いやー、全く実感がないですね。ねえ、昨日の下りもあったもんね。そうですね、悔しかったもんね、昨日ね。クソ、ね、生きたろうね。ちょっと視聴者の皆さんにはちょっと分かりづらいかもしれないですけど、昨日ちょうどこの熊本予選の1日前に福岡予選が行われました。ものすごいいい予選だったんですけど、そこにもね、孔明君がバッチリエントリーしてて、ちょっと惜しくも負けてしまったんですが、今日またチャレンジしてチャンピオンに輝いたっていう。しかも横にいるスーツ姿の彼がなんと佐賀チャンピオン、スマード。ありきっすね。ありき本人じゃないんだ。二人はクルーですね。それちょっと紹介してもらっていいですか。ハートブレイクっていうクルーでやってます。10年くらいもやってるんですけど、うん、もう最近始めたぐらいのバインドで、バインドでこいつらとで、そうっすね。いい仲間になれたんで、そっから本気でやってます。2人グループ 2MC でずっとやってて、その 2MC がなんとファイナル2人とも進出。俺ちょっと本当に今日それも踏まえてなんですけど、俺は孔明君が勝った瞬間がやべえなと思ったんですよ。マジで言ってたんですよ、その佐賀の終わった後、相方も取ってほしいっていうのも。それが実現するっていうのはそんな簡単な話じゃないんで、2人の思いだったり、多分取った後の孔明君の思いだったりが乗っかったんじゃないかなと俺は見てて思いました。じゃあ孔明君、ちょっと初めてのファイナル進出なんで、孔明君のことを知る人も多いと思うんで、孔明君の MC の名前の由来などもしよかったら皆さんに紹介してもらってもいいですか。本名がひろあきって言って。おーい、おいおい、かかっとうなと思ったんですよ。おいおい、こいつおとなしい。本名がひろあきって言って。同じことね。それをまあ音読みにしただけですね。なんか、うん、そうですね、なんかこう下の名前で呼ばれてる人とかちょっと羨ましくて、でなんか下の名前知ってもらおうと思ってやって、うん、ちなみに諸葛亮孔明のことは知らなかった、ね、知らなかった、それも聞いた。俺は三節大好きだから、おお孔明みたいなって言ったら、ね、違うらしいんですよっていうのはちょっとばっかりでした。下の名前で呼ばれたかったのに。そうですね、いや下の名前で呼ばれたかったのに、うん、まあ、孔明にしたばかりやっぱ孔明って呼ばれるのは当たり前やけど。まあ広明じゃなくて孔明で、でも孔明で良かったと思うんですよ、かっこいいです、名前の響きも。それも聞いて、なんかもうそういう風になりたいの。いや、マジで近い、天才軍師ですから、本当に。ちょっとググってみたら分かるんですよ、やべえ、ちょっと重くなっちゃうぐらい、すげえやばいやつして。はい、ありがとうございます。じゃあ、孔明君の地元、はい、そしてここ今、ま、みんなが仲間だと僕は聞いてます、はい、地元の町のことを皆さんに紹介してもらえますか。そうですね、地元は福岡で、親不孝でやってます。もともと生まれは愛宕浜っていうところで、うん、なんかあんまり名もないんですけど、レネ浜っていう G ロットってやつも同じ地元で、うん、去年の熊本チャンピオン、はい、去年の熊本チャンピオンが取っとって、うん、もうなんかあのバトルも見て、うん、すごい格好があったんで。 G ロットは同い年ですか。同い年ね。しかも中学の同級生ですよね。いや、何年連続地元ティーが取ったっていう。そうですね、いや優勝者フリースタイルもそれ見てめちゃくちゃかっこよくて、一番かっけえんじゃないかなって思ってたんですけど、で、今回取れたんで、ちょっとは負けないように頑張りたいですね。G ロットは福岡の OP1 っていうヘッドショップのスタッフです。ね、今日はちょっとエントリーしなかったんですけど、すげえかっこいい、あの自転車で一周したんですよね。そうそう、そんな気合いの入ったやつなんで、皆さんぜひチェックしてください。でも OP1 です。間違いない。俺も昨日来てたんだけどね。ダミアン、間違いない、うん、じゃあ孔明君、ちょっとこの後ろの SP の彼も、はい、ね、クルーだと聞いてます。ちょっと皆さんの紹介などしてもらってもいいですか。まあ、なんか名前はうーんって感じなんですけど、サティアンっていうクルーでやってて、ここにも見ないやつもいっぱいあるんですけど、うん、みんなやばくて、今日も多分配信があると分かると思うんですけど、うん、みんなかましてて、半沢、うん、はちょっと負けてしまったんですけど、うん、もう最初のもうマイクチェックからかっこよくて、みんなかっこいいやつになんか囲まれて、なんか俺も負けれねえなっていう感じでやってましたね、うん、これからもそういう風にやっていきたいし、俺はバジルだぜ。こっちか。半沢昨日特に半沢半蔵いい感じ。今日もね、今日もね、出てくる時にローマ
マ字のアルファベット言わないとダメだな、間違えるなと思いました。俺名前アルファベットにしたっけな。もしくはアルファベットの半蔵になってたもん。完全にお客さんからおーすげえみたいな、ごめんなさい、いやいや、ないです。ということで、クルーのみんなで勝ち取った。俺はバジル君、大島君、行くんじゃないですか、そろそろ次の予選まだ。俺は今日のバトル見ててすごい思いました、オリジネーターだなと。めちゃくちゃ謎だったですね。あの福島の白川っていうすごいいい街があるんですけど、ヒップホップの街が、そこがかなりチャンピオンを作ろうとしています。しかもみんなかっこいいんですけど、俺はそれを西からやれるんじゃないかなって今日見て思いました。福岡から福岡から福島に行ったせいじゃん。うわぁ、福島に、もうでも福島予選終わっちゃったんですよね。バジル。でも今日良かったです、バジル。かっこよかった。わけわかんねえよ。わけわかんねえよ。わけわかんねえよ。ありがとうございます。じゃあ、コウメイ君、なんか今後の夢だったり何かありますか？本当にバカでかいことでもいいです。本当にね、そうっすね、なんか小学生じゃん。元々なんか、なんか俺と友達な人だから、なんか俺と友達っていうのをなんかこう自慢にしてほしいなっていうのがあって、俺別に普通にやってて、そうっすね、いつもと変わらない感じで、別に普通でバトルでも言ってたもんね、それをやっていきたいです。うん、間違いない。うん、なるほど。そうだそうだ。制作中なんで、チェックしてそれは2人で。そうですね。ですね。サラでも言ってください。こちらもそう、はい。クルーも一緒で。じゃあ何か、このクルーもしくは2人の何かにたどり着ける、何情報元とかってあったりしますか？ SNS でもいいです。Twitter だ。Twitter しかしてない。じゃあ、最近俺は Twitter してないです。なるほど。むしろ俺が。スマート機能を2人のやってるじゃん。じゃあ、最前線ではまだこの機能がついてなかったんですが、今、つきました。ここに出します。そのアカウント、ぜひぜひ。そっからバジルに飛んでください。バジルフォロワーからバジルに飛んでください。姿勢が痛い。ぜひ皆さん、ここに今出てると思うんで、ぜひフォローしてください。アルバムは大体どのぐらいの予定？1年以内は。うん。じゃあ、一番いいのは、チャンピオンで。年末行って、2人で行って、がっつりかまして、年明けリリース、福岡リリースパーティー、スタンドバップ5回、が一番の最高の絵なんじゃないでしょうか。5回行ったことないんですけどね、行きたいですね。間違いないと思います。ありがとうございます。じゃあ、それでは最後に、2017年12月30日のチャンピオンシップに向けて、最後、意気込みの方を皆さんの、自分らしくやるだけなんで、それを忘れないようにやっていきたいと思います、で、よろしくどうぞ。いえ、間違いない。ありがとうございました。それでは、今日の UMB 2017熊本予選チャンピオンはコウメでした。おめでとうございます。レッツ。いえ、熊本チャンピオン、いえ、みんなありがとう。特に前面、身近なやつを大切にできねえやつは自分も大切にはできねえ。激変していくレース、俺もできないよって激変している自分、見つめ直す見えないし何も言えない理由、それをマイクアポンで伝え直す自分、惚れ直せ俺は俺、それしか強みがねえ。俺の弱さが一番強さだって。太くはねえ細い腕でもあるぜ誇りぐれ、それだけ一番強え。身近なやつにリスペクト、yeah、今日はいろんなやつにビッグアップ、俺のビッグアップ守ってくれるやつら、そいつに背中を向けよう。傷だらけの背中だけどさ、yeah、逃げ道探しの旅、そいつをまず一旦やめよう。誇らしい彼女、幻追っかけるまともにはなれねえ。過去の自分決別、レッテル貼ってるやつヘキエキしてるぜメッセージ、それしかねえ俺レペゼンミー。コウメより大きな拍手を。震災のことを語るには俺はまだ苦思いと感じている。それをこれで勝つことによってやっかく俺はこれを話せる。いつだって最高、自分の人生そのもの、それをリリックに落としてきた。お前が何ができるか、初参戦ならこの場でバイチャー。熊本よ、そのカゴの中で収まってるのは調子はどうだ。
こっちは鹿児島の外から出てきたんだ。持ってる覚悟は鼻から次元だボケが。あ？お前のスキル俺と対等にやることはまず不可能。俺よりも年上に見えるがそのスキルどうやって引っ掛けてこのステージ上がってきてんの。お前昨日福岡予選出てたよな。そこでそんなこと一個も言わなかったよな。他人の街に来てレペゼン福岡っていうのは簡単じゃねえ。マイク道取りは難関だぜ。誰が一番熱いかって俺だろ。その目と目今日は俺がいただく優勝。でもバッチリとお前の言葉も俺が持っとく。今日からマイメンと呼べるかもしれねえな。嬉しいぜ。最高の人にマイメンと呼ばれたら俺もやっぱり楽しい気持ちになるぜ。でもやっぱバジルさんはいつも勢いでごまかしてそこんとこはちょっと俺は好きじゃないな。勢いだけならば熱量で炎上、そして熱で焼き上げて胡椒も少々、その後にその料理軽くバジルを添えてみんなにご提供。 Yeah、 ここで負けここで勝つだけだぜよ。勝ち負けよしっかりと欲しいぜ。勝ち価値もないバカにされた男が今ここに登場。恥ずかれた恥かいたわかるか。歌詞書いたらみんなに笑われた。だけど今では音源を出してしっかりライブで首振らせるぜ。俺も笑われてきた。俺でいいなら笑われてやるぜ。 Yeah、 小さな革命作戦なんかね。俺が起こすカムクメレボリューション。流暢な日本語俺がやべえ。後ろは崖待ってはくれねえ。ラッパガリアみたい陰も踏めねえ。俺はこれしかねえソウルだけだぜ。震えてきたぜブルっちまったぜ。ここまで来るのに膝ガクガクだぜ。でもな知らねえ脇役じゃねえ。俺は主人公になりたくてここまでたどり着いたぜ。しっかりと乗せるだけだぜ孔明さん。本音でこうやって対話できる相手エンジョイじゃなくてマジでやりて。だからマイカ俺離さねえ。 Yeah ヒップホップマイカフォン俺も来ねえ。嘘も放ペン勝つのは挑戦。孔明やべえだろエクソ野郎。俺もバカ野郎いつでもここだろ。親不幸親不幸者の意地平成維新起こしてる地道。こいつはなんか俺にはイージー道なき道進んでく意地。終了決めましょう。ベスト8第3試合目延長戦いきます。まずは先攻マイチョイス。続いて後攻孔明。まずは孔明パイシーの皆さんお願いします。レディジャッジ。